太さの違う紐でもしっかりとつなぐことができる二重つなぎの結び方です太さが違う紐でも同じ紐でもつなぐことができます太さが違う紐の場合は太い方の紐を紐の先端が左上になるようにひらがなのツノ字の形に折り曲げます細い方の紐を折り曲げた紐に下から上に向けて通します 紐の先端が左下に向くように裏側に重ねますこの時に折り曲げた上のところに隙間を残しておきます紐の先端を上の隙間に上から下に向けて通しますここで引き締めると一重つなぎですが今回はさらにもう一周裏側からぐるっと回して上の隙間に通します左右の紐を引き締めます これで二重つなぎの結び上がりです。2本の紐をしっかりとつなぐことができました。